アジアのトップスターであったテレサが、憧れの地、日本で味わった屈辱。しかし、昇進のテレサに、笑顔が戻る。テレサに何があったのか。こちらにはですね、たくさんの写真をご用意したんですが、これはどんな時に撮られたものなんですか？これはね、ふるさとはどこですかというそのシングル版を発売した時に、福島県の三島町ですか、そちらの方にキャンペーンという形で、特にふるさとを意識してね、キャンペーンをやった時の写真です。テレサは日本に来て初めてね、雪というものを見て、それで非常に感激をして、雪国というのが彼女は大変その印象に残ったらしいですね。写真拝見するとすごくこう打ち解けたリラックスした様子で、テレサさんが笑っている写真ばかりなんですけれども、時に日本で辛い仕事もありながら、そこでちょっと癒しみたいなものを得られたのかななんて。そうですね、はい、彼女にとっては息抜きであるし、非常にね、楽しいキャンペーンじゃなかったでしょうかね。なんかこちらもほっとしますね。夢を抱いて日本にやってきたテレサであったが、道のりは険しく、焦りと寂しさを感じていた。そんなテレサに心を和ませる出会いが待っていたのだ。福島県三島町、山あいに位置し、日本の風景が今に残る。豊かな自然は四季折々の表情を見せ、人情を育んできた。この町でテレサはどんな思い出を作ったのか。昭和52年3月、テレサは東京から春まだ浅いこの町にやってきた。三島町は「ふるさとのない人にふるさとを」といううたい文句で、都会に住む人たちを特別町民として迎えていた。そのふるさと運動と8枚目の新曲「ふるさとはどこですか」のイメージが合い、テレサはこの町を訪れることになったのだ。ですかと、あなたは聞いた。この街の生まれですと、私は答えた。そして。人々に囲まれるテレサ、雪景色を楽しむテレサ、挨拶をするテレサ、子供を抱くテレサ、ふるさとは一つ一つが輝いて見えるテレサ、私はこれまで見ることがなかった笑顔のテレサがいた。私たちはテレサの足跡を訪ねた。
迎えてくれたのは当時役場に勤めテレサの三島町訪問の世話人だった斉藤茂樹さん。テレサの写真を見てもらった。あったな、ほら、よく持ってたな。懐かしいな、みんな。40年前の出来事、どんな思い出があるのか。プロの歌手が初めて来たってんだから、みんな喜んで集まったわよ、それこそ。斉藤さんもとっておきの写真を持っていた。気持ちいい顔してんび。これ。な、目閉じちゃってよ。まあ、みんごかった。みごいばっかな。他にも当時のテレサを知る人がいるという。行かねえの？はい、行きましょう。案内されたのはテレサが歌を披露した家。入っていいですか？どうぞどうぞ。テレビ屋さんだぞ。ほら、テレビ屋さんは、いやいや、ある。ここにもあるって。写真いっぱいあるんだ。見せて。この時佐藤明さんは大学生。目の前にいるテレサに興奮。握手をしてもらった。家族総出で迎えたテレサはお礼に歌を披露した。これこう、この時計、別な時計だけどな、ちょっとこの辺だね、ここだ。40年前、テレサはここで歌ったのだ。テレサのことを聞き、大人たちだけでなく子供たちも大勢やってきた。これ今ここの部屋なんですけども、ここで子供たちがいっぱい集まって歌を聴いてると。テレビで見るテレサを子供たちも歓迎。歌に拍手を送った。テレサもまた子供たちの拍手に優しさいっぱいの笑顔で応えた。テレサの訪問に誰よりも忙しかったのが母のキミコさんだった。これだ。高齢だがこの日のことは覚えていた。テレサに三島町の特産品の下駄をプレゼントした。赤いと思ったよ。喜んでたね。可愛かったよ。テレサの訪問は佐藤家にとって忘れられない出来事だった。次に案内されたのは世話人斉藤さんの長男の家。ほら、ここここ。これエミちゃん。な？そうですね。エミちゃんのお母さんかこれ。テレサと子供たちとの写真。その真ん中になんと息子のお嫁さんが写っていたのだ。小学1年生、ほっぺの赤い女の子。果たしてあの日のことを覚えているのか。それはずっと忘れませんね。なんか、はい、小学生1年生かその前か、このほっぺこうかわいいねとかなんとかでこう太ってたからかな、うん、こうやってされて可愛いねとかなんか言ってもらって、あ、嬉しかったですね。、うん。
次に私たちが訪ねたのは当時町長だった馬場さんのお宅。町長を務めた馬場俊幸さんはすでに他界したが、妻の幸恵さんは健在。テレサはこのお宅にも訪れていた。3月とはいえ三島町は雪が深く、馬場さんはテレサにあるものを用意して迎えに行ったという。そう、ここら辺が来たら、この辺で。テレサと出会った時の思い出を馬場さんは写真に収めていた。友人がいっぱいで、うちの前まで車が来ないので迎えに行きました。わらが手を出して、あら、これどうしてあの剥ぐのって言ったことは覚えています。用意してもらった初めて履く藁靴、そして初めての雪景色。テレサは子供のようにはしゃいだという。今もその場所は当時のままに残されていた。ふるさと の味というわけで、煮物とか山菜の漬物とかね、甘酒を出しました。テレサをもてなした馬場さんの手料理、どれも日本のふるさとの味。漬物に煮物、そして甘酒。初めての出会いにもかかわらず、心のこもった歓迎。テレサは三島町の人たちの温かさに感激した。コロナ初めてですけど、美味しいですって言ってましたよ。私たちが取材した夜、テレサを知る人たちが集まった。ここはテレサが多くの町民を前にコンサートを開いた会場。テレサは歓迎してくれた三島町の人たちへ感謝の思いを込め熱唱した。町の人たちにテレサはどう映ったのか。はい、綺麗でした、はい、その全然化粧とかなんかしてなかったよね、うん、本当素顔のままで、綺麗だったです。芸能人の方ってこんな方いんのかなっていうのがテレサ店と会った時の印象なんです。全然その、なんていうか普通芸能人の人ってこうなんかちょっと対策検してこう応対するんだよな、こう例えば全然関係ない人と話しなす時、この人って絶対そんなことなかったもん。まあ、俺は日本人じゃないんだけど、台湾に行った時にそのふるさとはどこですかのメロディーが流れてたの。でこの人がうちの町 であのこのふるさとはどこですかを新曲を発表して俺もサイン持ってるよって言ったら、もうこの人たちえってこうびっくりしちゃってね。だから日本ではテレサに有名歌手ぐらいだけど、もうそういうこと違うんだよね。なんか尊敬される神様的な存在。テレサ天24歳、夢を抱き日本デビューを果たしたものの、もがき苦しむ中での心和むひとときであった。ふるさとはどこですかとあなたは聞いた。この町の生まれですと私は答えた。ああ、そして